はい、ひとりさんの独り言第2弾目です。今ね、完璧の話をして、完璧の話のね、続きです。我々は不完璧主義者であるという話の続きをします。それでですね、完璧にやらなきゃいけないよ、完璧にやらなきゃいけないよっていうことを言われてきて、完璧にできないと。で、落ち込んできた人が随分いると思うんですよ。それはただ改良すればいいんだよ。これは当たり前のことなの。ね。で、改良して次やる、改良して次やるということで、それがマルカンですよっていう話したのね。それで、これはもう当たり前のことなの。それで、人生不完璧主義でも改良しながらいけばいいじゃないか。それで、さらにそれに加速をつける。加速をつける。だから、もう成功にさらに加速がつく。だから、私の10人のお弟子さんというのは、私も群抜いて幸せになったの。でね、ここにいる人たちも群を抜いて幸せになったんですよ。ね。群を抜く方法ですよね。もう図抜けて幸せになっちゃう。これでもかというような方法をこれから教えてきますからね。いくつかに分けるんだけど、まずは、人相。私は人相見だから、手相とか人相とかって手相なんか大したことない。まず人相。ね。手相がいい悪いなんかなかなか分かるやつはいないけど、人相の悪いのはすぐ分かる。ね。分かりますよね。そんなことは当たり前だよね。それで、まず、人相が良くて幸せな相という。それが、不幸な人は顔が中にぎゅっと縮まるんですよ。一番いいのが、眉間にこうしわ寄せて目と目の間がこう縮まってくるんですよ。で、口がこうぐーっとこうへの字に曲がってくる。これが人相的に一番悪いの。で、こうなっちゃうと、もう全然ダメ。ダメ。そうすると、まずね、なんか悩み事やなんかあった時なんかぐーっとこの眉間をこの広げる。で、これをね、眉間と眉間の間に第三の目っていうのがある。だから、愛染明王でもなんでもね、額に目があるやつってのは必ず目がね、縦にこう一個ついてるのね。で、これがギュッとこうやって閉じちゃうんですと、これが閉じると心の目も何も見えない。先祖の顔からもう宇宙霊からなんていうの、ご先祖様の顔からも何もない、何もないいいこと何もない。だから眉間にしわ寄ってこう考えてるやつなんかいくら考えてもろくなアイデアということです。全然ダメね。それであと、口をね、こう、クッと上にこう、口の両脇がクッと上に上がってニコッとする。口角がニコッとする。で、不思議なもんだって、これがニコッとした場合、眉間は開くようになってる。不思議なもんなんだけど、なんつってもどうしてもこうなっちゃう。じゃあ、口の方やってごらん。口の方やると必ず口をこうやってやって、ここを閉じると、これもう非常に難しくて、ほとんど不可能。こうなった時はこうなるんですよ。ね。わかりますよね。ね。で、こういう顔になるとどうなるかというと、運勢が良くなる。で、運勢が良くなるとどうなるか。そうそう。で、自分がどのぐらい運勢が良くなるかっていうと、ともかく頼まれ事をするようになってくる。ね。で、頼まれ事って大したことないのよ。ね。なんていうの。蚊が増えてしょうがないから、消毒薬も巻きましょうとか。ね、で大したもんじゃないの。ちょっとすいませんとか。だから会社の中でも自分の名前を一番呼ばれる、ね、ちょっとすいませんとか。仕事以外のことでもわかる、ね、でちょっとすいません、ちょっとお願いします、ね、遠藤さんちょっとお願いとか、ね、で遠藤さんちょっとお願い。自分ばっかしちょくちょく頼まれるようになればもう間違いなく運勢は良くなってる。ところが運勢の悪いやつと、なんで俺ばっかし同じ給料で言われるんだとかって言って、ブスッとして、もう口がなってふてくされてくると、頼まれもしない。だけど運勢も全然良くなる。え？で、大事、頼みづらいやつなんか、社長が置いとくと思うのかっていう。邪魔だよね。それから頼みやすいやつ、頼みやすいって才能なの。ね？だから、そういういい人相になれば、運勢が良くなる。よく、人生しっかりとした目的を持ちなさい。ね。若い子やなんかに「君は何になりたいんだよ」って言うと「何になりたい」って世間知らねえんだから、ね、サッカーの選手か芸能人ぐらいしか言えないんだよ。知らねえもん聞いたってしょうがないんだよ。職業ってものすごいあるんですよ。ね、分かんない人間に君の目的があって言う方もバカなんだけど、ね、まともに答える方もバカで、そんなこと気にすることないんだ。ね、それで何言いたいんですかって言った時に一番いいのはそういういつもニコニコしてると頼まれ事が多くなるんだよ。で頼まれてるうちにいろんなことを覚えるんだよ。ね、であれ頼まれたりこれ頼まれたりしてるうちだんだん得意な分野が出てくるとその得意なことをやるようになってくる。周りの人間もその人間に頼むとテキパキやることをよく知ってるからそっちの道に行くようになってる。例えばそいつがテキパキものをやるようになってね、行くとそいつのとこみんなが頼む。で会社だってそうなれ出世するし、逆に言うとテキパキ頼んでね片付ける。それが仕事やなんかを始めてお店やろうが何しようがみんながそいつに頼んで助かってたことが独立してやったんだからそこに仕事が行くに決まってんだよね。だから一つの道であんまりね目的はとかしっかりした信念を持てとかってわけのわかんないこと言ってるよりもニコニコしてなってニコニコしてりゃ頼まれ事が多くなる。ちっちゃい時から頼まれ事が多くなれば自分の行き道も自然にわかる。これが神の流れの道なんだよ。わかるね。だからまず眉間の間を広げる。悩み事がなんかあったりなんかした時グッとシワが寄ってるか広がってるかまずここを広げて唇が2個ね。でどのぐらい人相が良くなったかっていうのはどのぐらい頼まれ事をするようになるか、ね、これにかかってるのわかるよね。でそれでまず人相が良くなれば人は幸せになる。でこの話が分かったことでぐっと良くなるのでこれ今ぐっと良くなってこの第2弾はこれがさらにガーッと良くなる。ちょっとずっと良くなったじゃダメ。バンバン良くなる話をこれからします。で、まずこれで終わりです。